ビックラボン、ビックラボン、ビックラボンボンボン。ビックラボン、ビックラボン、ビックラスボンボン。キュータン動画。みみみみなさん。おいちゃー。こんにちは。こんにちは。あ、なにこれ、この花なに？かわいい。みなさん。今日は、みなさんが、ハッピーになれる、ハビ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 ーになれる、企画を、ご用意してきました。今日の企画はこちら。おきにになれる方法。おきにになれる方法を世のオタクたちに聞いてみましたので、それを見ていきたいと思います。今日、ご機嫌で、ちびまる子ちゃんのアクスタ、ランダムアクスタを弾きに行きました。そしたらば、僕はちびまる子ちゃんのいろんなのが出ると思ったら、なんか男の子が出た。これってあの子かな、あの教室にいる2人組のサッカー少年のいわゆるモテる子としている2人の黒髪の子の方なのかな。多分そうだよね。じゃなきゃアクスタにはなんないもんね。だからいろんなまる子ちゃんがいるのかと思ったら全然クラスメートとかもおった。それでは早速見ていきたいと思います。楽しそうに見る。え、でも大事かも。なんか楽しそうに見てるのってステージからめっちゃ見えるんですよ。こうやってそれぞれだけどいろんな楽しそうな感じがあるけど、だからなんか楽しそうに見るってこうなんか言ったらね、なんかこう人としての初歩の初歩ではありそうだけれど、楽しそうに見るって意外とできてなかったりもするじゃないですか。だからこれってあながち一番基礎的なことで一番大事なことかもしれない。ちなみに僕は楽しそうに見ることは基本的にできてません。僕はもう真顔になっちゃうから、乗るんだけど乗ってるんだけどってなっちゃうから、それは反省しています。あとそうよく見えてるからこれは大事だな。あとすごい僕が一番目につくのは、目につくのはって言い方やめな、すごくあ嬉しいって思ったりするのは、全然みんな嬉しいんだけど、なんかすごいあって目ついて嬉しいと思うのは、そのこうとかじゃなくて、なんか普通にマジでミュージシャンみたいな乗り方してる、なんかこういうのここまでじゃないけど、なんかこうおなんか本当に曲に乗ってるミュージシャン、なんかレコーディングスタジオにいるスタッフさんみたいな、みたいな人見ると、あ、いいねって思うかな。うん、楽しそうに見る大事です。お気に入りになれます、なれます。出るときは出て、引くときは引く。え、恋愛、え、出るときは出て引くときは引く。え、でもさ、え、そんな恋愛みたいなこと知ってもうまくいくんだ、推し活も。それでお気に、なんかさ、こう好きな人ができてさ、なんかうまくいかないんだよね、付き合いたいんだけどって言ってる人に対してのアドバイスで、引くときは引くみたいな言うじゃないですか。押す気を押して、押すだけ引いて、いきなりガッて引いてみる。そしたら相手が逆に LINE 返してくれるからとか、よく聞くやつを押しにやっていいんだ。え、でもさ、まあ、基本オタクは押すじゃん、押して押して押してじゃん、一方的に行くわけだから、押して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 引いたら、それはただのおしまいじゃない？押して押してじゃん。だってグッズ買って現場行って、え、握手会並んでライブで大声出して、押して押して押してるよね、押してるよね、現場行かなくなるとかことでしょ。グッズ買わなくなる、引く、さって引く、高いですよね。ただの高いですよね。え、は引く？本当か？これは。これなんか普通にただ降りたオタク認定されるだけで終わらないか、どうだ、大丈夫か？引くときは引く。なんだろう、引くときは引くって。いや、わかんない。押しに関しては引いたらおしまい、それはおしまいの合図でしかないと思うんだけど、そんなことないのかな？都合のいい女になる。都合のいい女に？なって、お気に入りな、そのお気に入りってさ、なんか上辺だけのお気に入りじゃない、上辺だけのお気に入りって何？
いやでも本当になんかさ、それって上辺だけのお気に入りじゃない？都合のいい女になる。その上辺だけのお気に入りになりたくないんですよ。そのじゃ何、もう本当に真からのお気に入りになりたいってこと？え、こういうこと？どういうこと？それはどうだ？都合のいい女、都合のいい女って何？そのよくありますけど、推し活じゃなくても都合のいい女とかさ、よくね使われるけどさ、都合のいい男もありますよね。都合のいい男もいて、都合のいい女も、都合のいいってちょっと失礼すぎない？僕は都合がいい人だなっていうのを人に対して思ったことはないけど、でももしあるんだとしたら、僕はその都合のいい人にとっても自分も都合のいい人でありたいんですよね。だからなんか気軽に誘えるとかさ、普通になんかご飯行こうとか誘えるのが都合の、いや世の中の都合のいいは違うけど世の中の都合のいいはもっと深い素敵なことにはなってくるんだろうけど、どういう関係にしたってもし都合のいい人っていう人がいるんだとしたら、それはお前も相手にとって都合のいい人であれよって、それはお互い様だよって、お互い様、お互い様、眩しい君の横顔見ていると。でも上辺だけだとしても推しのお気に入りになれんなら、都合がいいって思われてもいいよね。それでちょっと周りのオタクより抜きん出ていいな、素敵だなとかお気に入りになれるんだったら、都合がいいって思われてもいいです。マイク、マイクなの？これ何のお花なの？推しが同性だと勝率高い。まあね、これはそうだな。やっぱし、やっぱこう何かと早いじゃないですか。認知も早いだろうし、わかんないけど、いわゆるアイドルで、いわゆる異性のファンの人が多い現場だと、やっぱ同性は目立つし、そうするとやっぱ推しもすぐ覚えてくれて、お気に入りにもなりやすい、無条件で。これはあると思います。勝率は高いですよね、やっぱり。うん、これはやっぱそうだよな、同性っていうか。でもさ、場合によってはさ、女の子の人でもさ、こう女の子のファンが多い人もいるじゃないですか、アイドルだけじゃなくてアーティストの方とかだと。で、男性のファンでもさ、女性のアーティストで女性のファン多いはあるけど、男性アーティストで男性のファンの方が多いってことってあんまないかのか、なんて。なんかさ、それこそシンガーソングライターの女性の女の子の方とかってさ、女性のファンの方が多い方とかもいるじゃないですか、とか五分五分とか男女五分五分とかあるけどさ、男子のアーティストで男性ファンもたくさんいるとかはあるけど、男性の方が圧倒的に多いパターンってあんまなくないですか？男性アーティストで男性の方が、なんでだろう。でもあれかも、なんかやっぱこう、じゃあ女性アーティストの方に応援する女性ファンの方っていろんな形があるけど、結構共感が多くないですか？共感して作る曲だったり、いろんなものに共感してそこから憧れたりみたいなことになってくるじゃないですか。っていう意味だとやっぱ男子の方が共感力で言うと、中にはいるだろうけど、やっぱ相対的に見ると共感って部分に胸打たれる人が男子は少ないかもね。共感力っていうところで言うと女の子の方が占めてるよね、共感って。じゃない？それじゃない？だからじゃない？え？なんか今日結構深掘りしてない？結構深掘りしてる感じ？今日の企画は。とにかく無駄なことは言わない、愛を伝える。ああ、もう無駄話はいらないよと、愛を伝える、大好きです、愛してます、どうにかしてくださいって握手会とかってことか、ファンレターとかで無駄なことは言わない。ああ、そっか、確かに。なんか
やかましいことは言わないとかは大事かもね。なんかね、余計なことっていうか、なんかちょっとシャに構えたようなことを言わないとかは大事かも。でも無駄話で言うと、僕はね、ファンの方の無駄話がすごい好きなんですよ。なんかメッセージとか、それこそファンレター、お手紙をみんなくれるんですけど、そうすると結構なんか無駄話って言うなよ。無駄話じゃなくて、なんて言うんだろう、もちろんね、イベントとかライブの感想とか、僕の動画に関する感想を書いてくれてる方もいれば、こう自分の話をガーって書いてくれてる人がいるのね。そういうのは僕すごく嬉しいというか、面白いというか、興味深く読ませてもらってるというか、あ、そっか、この人はこういうことがあって、プライベートでこういう楽しいことがあって、こういう嫌なことがあって、あ、そうなんだ、そういうのを書いていただいて読むのが、やっぱファン側からする、オタク側からするとさ、自分のことなんて書いてもしょうがないと思っちゃうじゃん、割と。で、だからなんかね、感想とかになるけど、それはもちろん嬉しいけど、なんか自分ファンの皆さんのことを深く知れるっていうのは結構楽しいんじゃないかなって僕は思いますけどね。僕はね、個人的にはね、好きです、嬉しいです。嬉しいというか、はい、興味深い。観察してるのか、興味深い。誰、研究室か何かですか、ここは。否定しない、指摘しない、不満言わない。あー、まあね、なんかそうだよね、うん、わかるけど、でもさ、それでもさ、間違えたりさ、それはさすがに違くないってことはもうさ、なくはないじゃないですか。やっぱこう、あっちも人間だし、押し側、押されてる側もみんな人間だから、間違えたこと言った時にも何も言わないってこと。え、でもさ、その本、あ、うん、確かに。いや、なんか間違えたことをした時、確かに、いや、間違えたことした時って結局ね、身近側の人が言ってるわ。間違えてるんだとしたら、それ身近な人が言ってるわ、お前違うよって、ダメだよこれはって言ってるわ、言ってるから、こっちが言っちゃうと、確かに、なんて言うんだろう、こっちは言う必要ないし、お気にっていう観点でいくと、なんて言うんだろうな、うん、身近な人だとダメな時にこれはダメだよ違うよって言うじゃないですか。で、そうすると、まあ、その推し側はその自分の過ちを反省するのか反発するのかは分かんないけど、そこでいろいろあって、でもなんか、まあ、仕事だし、こうやり合っていく中でまた絆とか分かち合ったり、ごめんなさい、僕が間違ってました、私が間違ってましたとか、いろいろ起きてくるんだけど、こっちはじゃあそれをじゃあ言ったとして、巻き返す時間があまりにもなさすぎる。わかる、この、じゃあ違うよ、そういうの良くないよ、なんだろうそれね、そういうところだと思うよって、じゃあバンって当てつけたとする。じゃあそうだよなって思ったらまだあれだけど、じゃあ反発だったり、なんか納得いかないと思ってたとして、言われたっていう事実だけ残るじゃん、巻き返せないっていう。わかる、この日常の中だったり、身近な人じゃないから、巻き返す時間が与えられてないから、あまりにもそれは振りすぎるかなって思う、うん、っていう意味だと、こっちが推してる人に対して、こう何かでスマホだったり、まあ、ファンレターとかで当てつけてしまうと、そっから関係が言うことによっていい風になっていく状況とかが、関係とかも含めて絆がより深まって、一回は離れたとしてもみたいなのって、結構な時間が与えられてる、猶予が与えられてる身近な人とかじゃないと無理な気がするんだよね。って意味だと、オタクは言うのはあまりにも振りすぎるし、言わなきゃいけない時とかも、それは多分身近な人とか、スタッフさんとか、周りのね、メンバーとか、誰かしらが言ってると思うから、そういう時は肯定はしなくていいと思うけど、オタクは黙ってちょっと距離を置くとかでいいのかもしれないね、うん、あまりにも巻き返すチャンスがなさすぎる。なんか言ってきた人っていう事実だけ残って、うん、なんかあっちもその事実だけ残って、うん、大きにからかなり遠ざかるし、ちょっと、うん、なんか表向きはよくしてくれたとしても、うん、心の距離はどうでしょうって気がします、うん、確かにこれはそんな気がします。人にされて嫌なことをしない推しも人間です。それはそう。
基本的にね、人対人ですから、自分がされて嫌なことは人にしない。それが推しにも適用されます。自分がされて嫌なことは推しにはしない、もちろんです。ツイッターに力を入れて面白ツイッターオタクになったらお気に入りになれました。ポストってこと？ X ってこと？マジなんで？あ、面白ツイッターオタク、あ、結構なんか気の利いた推しに関するなんかいろいろをめっちゃツイートしてたら、SNS の中でもツイッターなんだ。そっか、あのあれかも、エゴサか。エゴサってさ、する人はさ、 X かツイッターかなのかってなると、やっぱ推しに目につきやすいのは X なのか。ストーリーとかも結構通知がね、ピッて出るから見たりするけどね、インスタのさ、ストーリーとか。でも、あ、まあでも面白で言うと、面白さを出せるのって、例えばじゃあ動画とかってなったら、まあもちろん全然、ストーリーとかでもちょけられるけど、あんまりね、いないじゃないですか。やっぱ、こう、文章力で勝負みたいな人の方が、面白みたいなところで言うと、あるからって意味だとポストになるのか。戦う場所は、そっか、面白ツイッターオタクになったらお気になれるんです。しかもなれましたって言ってるから本当になってるんだよ、お気に入り。やってみなよ誰か自分が お気に入りになりたくて、で自分のツイッターポスト X に自信がある人はぜひツイッターオタクになってお気に入りになってみてください。もしそれでお気に入りになれたっていう実証ができたら、ぜひまたその時はあの僕のインスタかなんかに報告の方をお待ちしております。キューちゃん動画は皆さんからの情報提供で成り立っています。企画もろもろもインスタのストーリーで突然募集するので、インスタの方チェックお忘れなく。正直ひときわ目立つほど可愛くなる以外方法ないと思います。マジで？マジ？ここに来てまで顔面なの？推しのお気になるには顔面？嘘しょ？嘘でしょって言うちょろうが！どうだ？本当か？おー？ショック受けすぎて、おい！それ本当？確かに、じゃあオタクがこういて顔がいい人いると、うわ絶対お気になるんだろうな、お気にだろうな、あー構われてるなとか、やっぱ目立つからそう思っちゃうけど、本当にそうかな。それでお気に、まあそれでお気にするようなやつもいるか。あ、まっちゅうくそだねでもなんか誰もが誰もでそうではない気がする、アイドル芸能人の方って。だってさ、その顔面って意味ではさ、だって超一流たちの中で仕事してるわけだからさ、顔がいい人とかって正直見慣れてると思うんですよね。こう顔がいい人は見慣れてるから、だからって顔がいい人には興味がないとかではないけど、なんて言うんだろう、もうこう芸能界っていう顔が一流の人たちがいっぱいいる中で仕事してるから、一流の人を見てるから、じゃあなんかこうこちら側にいるちょっとちょっと可愛い人とかちょっとかっこいい人じゃ何とも思われない気がするわかる？クラスの中で可愛かったり、クラスの中でかっこいい人とかも、芸能界で活躍してる人からしたらなんか何でもないんじゃないかなって思っちゃうんだけど、それは卑屈になりすぎ。だってあんな人たちの中でさ、日常的に会ってさ、ねえ、あーだこーだしてんだよ、あーだこーだってやめなよ、仕事ね、仕事してんだよ。クラスの可愛いことか、そのかっこいい人なんて、それが理由でお気になれるか。え、そこは内面であってほしいけどね。とにかく甘える。どうやって推しに甘える？え、どうやって甘える？とにかく甘える。え、それ犬が飼い主のお気になる方法とかじゃなくて、とにかく甘える犬がってことでしょ。お気になれるやん。シーおしっこが出た。飼い主のおしっこはかけないけど、それよりは甘えてきた方が可愛いじゃん。お気に入りにはなりやすいじゃん。まあどっちでも可愛いんだけど、自分のあんちゃんなら。そうじゃなくて、推しで、推しに甘えるって何、どうやって、
ライブ、甘えたことないんだけど、てか甘えられたこともないし、で想像がつかない。何ライブ中とかに近く来て、あい、あい、あー変なやつだろ。エアーで、甘えてくるでしょ。なんでなんでそれは絶対ないね。とにかく甘えるってなんだよ。お気になれないだろ。不審者扱いだろ。変なやつって。なんかやばいやついたんだけどって絶対楽屋で話されるわ。ね、やばいやついたよね。ね、スタンドのとこに。なんかさ、めっちゃこうやって、なんかこうやってめっちゃなんか甘えた感じにしてくるやついなかった。やばくね、あいつってなるだろ。そりゃ次だよ。さすがにないんじゃないか、甘えるは。あ、握手会とかでってこと。いや、でも僕、握手会でも甘えたとしたら、お気に入られるか？甘えるって、今日あんま構ってもらえなくて寂しかったとかってことでしょ？厄介じゃない？厄介認定されそうじゃない？嫌なんだけど。お気に入だってさ、みんなもさ、自分に置き換えて考えてみよう。確かに嫌だ。何なんじゃ、一回説明して、ちゃんと。発信してるから。発信して喋ってる人だから。ちゃんと説明して、はい、じゃあ説明します。自分に置き換えて考えてみて、まだじゃあ何でもない人、お気に入りになってないってことは身近で考えても何でもない人、フラットな人ね。に、だ普通の同級生、普通の同僚、普通のお友達に突然めっちゃ甘えられたのさ。え、何こいつってなるくない？それはちゃんとお付き合いとかしてから徐々に甘えるとかになってこない？お付き合いしてないにしても、なんかそういう素敵なことがあってからじゃない？いきなりの日常で、もうって甘えてきたら、それはなんでってなるくない？なるよね。いや、なるよ。じゃあないよ。だってじゃあ、ない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 。お気に入りにはなれないよ。多分。だって、それはなんでってなるもん。あれって。何してるの？ちゃんとしなさいって。恥ずかしいよって。大人だよって。言われちゃうよ。あれは違うんじゃないかと思っちゃうけれど。でもね、お気に入りになれるって言ってなれたのかな。この問いに自信を持って言える人は、果たして本当にお気に入りなのかと純粋に思ってしまったです。チャンネル登録みんなでしよう、チャンネル登録みんなでしよう、チャンネル登録みんなでしよう、チャンネル登録みんなでしよう。